撮影会は黒山の人だかりで大いに盛り上がった。2回目のカテゴリー高層模擬レースは現役の GT マシンとスーパー耐久マシンが戦う超高速バトルだ。15台ものスカイライン GTR のレーシングカーが一度に走るレースはこのレースを置いて他にない。先行する2台の青い GTR は実戦さながらの激しいバトルを開始。その後方ではベンズオイルの3台が編隊を組んで続く。2台の青い GTR の戦いはますますヒートアップ。実戦ではほとんど見られなかった灼熱バトルにスカイラインファンも熱くなった。パドックで最も人気のあった参加型イベント、ピットワークシミュレーション。本物のレーシングカーを使って実戦さながらのタイヤ交換を体験できる。重いのかなと思ったけど軽かったです。重たくて大変でした。すごい上手いんですよ、速くて。どうもありがとう。素質ありますね。トークショーでは憧れのドライバーが出演。ニスモフェスティバルならではのとっておきの話でファンを楽しませた。俺だけはミスしたくないです。一番大きな違いは右側通行、左側通行。あクライマックスは伝説のグループシーカーレース。全日本耐久選手権シリーズタイトル獲得とデイトナー24時間レース2連覇を目標に開発された日産最強のグループシーカー R92CP。ゼッケン1は星野和義、鈴木敏夫選手組で92年シリーズチャンピオンを獲得したマシンだ。カーボン製のシャシーに 3.5 リッター V8 ツインターボを搭載。 VRH35Z と呼ばれるこのエンジンは90年にルマン制覇を目指して開発されたものだ。予選ではブースト圧を上げ実に1200馬力を絞り出していたという。サスペンションレイアウトは現在の GT カーと比較するとシンプルな構造のダブルウィッシュボーン。ブレーキは400キロ近い最高速からの制動に備え F1 と同じカーボンブレーキを使用。
重量は850キロと軽いが、ウィングカー構造により車重の2倍を超えるダウンフォースを受けるため、足回りは強固に作られている。レギュレーションにより2座席分の室内スペースを要求されているが、コクピットは狭く、ドライバーは背後のターボの熱に耐えながらレースを戦った。この文字通りのモンスターマシンのステアリングを握ることができたのは、数少ない選ばれたドライバーだけだった。怖かった。久しぶりに乗ったらやっぱり速いですね。現存する貴重なシーカーを走らせるのはこの4人。ストレートだけは全開で行きましょう。でも裏の方はゆっくりで危ないから。ダメですよ、目いっぱいっちゃう。その気になっちゃうんだから。ストレートは大丈夫。全開で行きましょう。全開。いいよ、シーカーなんて行っちゃうんだからさ。長谷美、鈴木両選手の R92CP に加え、チーム対3の協力によりかつてのライバルポルシェ 962C が特別参加。シェルカラーのポルシェは高橋健二選手、アドバンポルシェは高橋国光選手がステアリングを握る。サルテサーキットの夕暮れを思い起こさせるような西日の中、4人のドライバーはそれぞれの体に染みついたグループシーカーのリズムを取り戻し始めていた。そして1200馬力、時速400キロの記憶をたどるかのように徐々にペースアップしていく。ドライバーの本能はもうストレートでアクセルを戻すことを許さない。あの驚異の速さがよみがえる。